ぶっちゃけオートミールはいいですか？わカモン、どうも、パイロガクトです。ダイエットは健康に共通してめちゃくちゃ大事なもの、それは食事です。基本的に人間っていうのは何かを食べるか、もしくは何かを食べないことによって不健康になったり太ってしまったりするので、どんな目的の人であっても自分の食事には目を向けた方がいいんですよ。で、この話をすると、じゃあダイエットとか健康にいいおすすめの食品とか何かあるんですか、みたいな質問をいただくことがあるんですよ。今回この話をしたのはこんなコメントをいただいたからで、ぶっちゃけオートミールはいいですか。質問者さんが考える良いがダイエットなのか健康なのかちょっとわからないんですけど、結論から言うとオートミールは優秀な食品だと思います。まずオートミールが何なのかわからないという人のために説明しておくと、オートミールは塩爆を脱穀して加工したものです。で、タンパク質とか食物繊維とかビタミン、ミネラルとか、とにかく栄養価が高い食品として有名です。で、ボディービルダーとか減量目的の人がよく食べてるイメージがあります。で、すでに話してきた通り、オートミールは栄養価が高くて、さらに満腹感が高いことで知られてるんですよ。少ないカロリーでお腹いっぱいになれるのであれば、間接的に1日の摂取カロリーを抑えることができるので、それまでの食事の炭水化物をオートミールに置き換えるっていうのは賢い選択だと思います。例えば朝食に食べてた白米をオートミールにするみたいな感じですね。で、このような優秀な食品であるオートミールなんですけど、健康目的の人、ダイエット目的の人にもおすすめっちゃおすすめなんですけど、ちょっと気になるのが、オートミールを食べれば痩せるとか、オートミールを食べても太らないみたいな意見を耳にすることですね。それは正直ないです。あくまで健康にいいダイエット向きであるというだけで、食べることで痩せるってわけじゃないし、食べ過ぎれば普通に太ります。オートミールは特別な効果はない、ただの食品なので、全然食に取り入れても問題ないんですけど、取り入れるときは食べ過ぎには注意するようにしましょう。それでは最後に今回の内容をまとめます。オートミールは栄養豊富かつ食べた後の満腹感も高めなので、優秀な食品と言えるでしょう。興味がある方は取り入れてみてください。ただそれは食べても太らないとか食べたら痩せるとかいう話ではないです。オートミールもただの食品なので、食べ過ぎたら普通に太ります。オートミールは健康的かつ減量向きな食品ではあるんですけど、取り入れるときはそれは食べ過ぎないように注意して、あとはオートミール以外の食事ももちろん気をつけるようにしてください。まあこれはオートミールに限った話じゃないんですが、なんか特定の食品に特別な効果を期待する人が非常に多い。食べるだけで痩せるとか、いくら食べても太らないとか、ですがそんなもの存在しないんですよね。オートミールはただの食品であって、それ以上でもそれ以下でもない。変に期待するんじゃなくて、一つの食品として評価するようにしましょう。